あ、大丈夫。こっちは大丈夫。大丈夫大丈夫。はいはい。どんな感じでいくのね。もう普通にどうもモグロレコと一緒。本当？うん。で行こうかな。途中で一回 CM 入れようかな。あでえオープニングぐらいってなる。オープニングはもうなしで行く。喋りで喋りで入ろう。あれもはあ嘘。うん。テーマソング的なのもない。あもうなし。あマジで。聞こえる？やばい、発見じゃんっていうのはちょっとどう緊張する？緊張しないでしょ。じゃあ行くよ。今日はスペシャル版です。あ、いやな、先噛んでるね、もうね。うん、すいません、もうこれしゃあないっすよ。さっきあの話してたら、はい、学校のプールが、うんうん、暑すぎて、うんうん、のぼせるっていう話。ああ、だからよ、内地で、あの学校の内地がもう37度、うんうん、なので、あのその学校のプールが、うんうん、入ったらのぼせるっていうからマジかと思ってどうなんそれ。だからあのなんかあのその水泳教室みたいのが中止になってきてるってわけ。のぼせるから。のぼせるから。水泳教室、なんか夏のプールで涼しく学ぼうみたいなのがないっていうの。あ、残念だな。もうなんのぼせるってよ、うん、もうお風呂ぐらいの時しか出てこないよね。いや、のぼせたことがまずあんまりないっていうか、たまにこの温泉とか行くとのぼせちゃうときあるけど。そう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 。あ、今日のゲストは長寿&長太の2人です。あ、どうも。はい、よろしくお願いします。FM ギーノは発見山ということで、はいはい、ゆるく今日はもういろんなものを無視してやりたいと思ってますから。いえいえ、はい、こんな調子です。はい、曲も流さないっていうか。あ、じゃああれですね、じゃあ一旦、うん、一体僕は誰なんだっていうのをある程度言っとかないといけないですね。そうですね。はい、相方です。はい、一応ですね、イトマンの方で、はいはい、ちょっとやってる番組の、うん、相方ということなんですけど、相方といってもね、もう最近もう子育てに忙しく 2,3 年はもう正規にお任せ、はい、まあ、だから僕がラジオもういろんな番組やってますけど、うんうん、一番長く一緒に喋ってる人です。そうですね、言ったら僕がラジオをやるきっかけになった人ですな。いえいえいえ、はい、今もうそんな感じで、うん、もうあそこの番組も何年ですか、もう20年、2000年に始めたので、18年目です。18年長いですね。長すぎる。本当ですよ、うん、のぼせてる俺あ、それで長すぎてのぼせてる。長すぎますよ本当ね、うん、まあ、そんなゆるくね、あそこでもやってるんですけども、はいはい、今日はその雰囲気を多少なりとも、うん、そうですね、まあ、この気温に負けずのぼせようかなと、うん、あるらしいですよ。カリフォルニアの、うん、デスバレーっていうところは、うん、56.7 度。56度です。56度ってごつくないですか、うん、もうのぼせるっていうところじゃないんじゃない。もういやもう死ぬでしょ。死ですよ。だから言ったそうですよ、うん、あ、だからデスバレーっていう。デスバレーバレーが何か分かんないですけどだから一回CM とかをちょっと言わないといけないんで、はい、ちょっと本当は今日はもういいかなと思ってたんですけどそれはね一応言っとけだと思ってます、はい、さあ昼からイブニングは少しでも多くの皆様のライフが楽しく過ごせるお手伝い、リノベーションのことなら有限会社徳政工業ラフィット、創業45年、これからもご要望以上の製品作りを目指す玉木鉄工、ヘアカラーとヘッドスパの店那覇市式の伸び美容室マリーゴールド、以上各社の提供でお送りします。今日はスペシャル版です。ありがとうございます。リノベーションのことならラフィット、空間デザインのこともラフィット、資金計画もやっぱりラフィット、住まいが変わると笑顔が増える、あなたの暮らしをトータルでサポートします。住んで感じる、暮らしてわかる新しい住まいの形、詳しくはリノベーションラフィットで検索。より迅速、より正確、より発展をモットーに、建築可能な加工やステンレス製品加工はもちろん、最新プラズマ切断機の導入により多種多様な形状に鉄板を切断できるようになりました。これからも地域に根ざした会社を作っていきます。まずはウェブで検索、カタカナで玉木、有限会社玉木鉄工。またアプリになってるよ。えー、
せっかく染めるならマリーゴールドは自分だけのカラーアレンジでヘッドスパもできるよね、店長。落ち着いた雰囲気で男性の皆さんにも喜んでもらってます。髪で気分を変えよう。お問い合わせは 851-5318。 松井くんもやってます。オンリーワンスタイルマリーゴールド。はい、昼からイブニング、今日はスペシャル版です。はい、ということなんですけど、はい、どうですか、宜野湾。もうここから見る限りもすごい景色ですね。でしょう。はい、もう正規とね会うのは普通夜なので、はいはい、だから昼さ話すのはちょっと本当ですよ。何を話していいのかわからないぐらいの爽やかさなので、うん、本当に僕が今一番気になる話題、はい、スターウォーズ出た、うん、あれですよ、ハンソロね。ハンソロ、そのサイドストーリーみたいなやつは一個も見てないんですけど長い休みに全部見たろうと思ってるんですよ。あ、最初から。だけどそのサイドストーリーなるものがちょいちょい出てきたせいで順番がよく分かんなくなってるんですよ。ああ、はいはい。何から教えましょうか。まずはですね、ハンソロの場合は、はいはい、出会う前ですよね。だから昔でしょ。昔の話ですよ、うん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 、こんな感じです。じゃあハンソロ見てみたいな話がいいんですか。以上ですね、全部見たから、うん、サイドストーリーを見てた方がいいですよ。あ、一応見た上で見た方がいい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、うんうん、今8、7、8、9までじゃないの、8まで今 8?8、うん、はい、4、5、6、1、2、3っていうパターンもいいんですけど、うん、はいはいはい。とりあえずサイドストーリーは後からの方がいいと思いますよ。まあそう、はい、サイドストーリーはいくつぐらいあるんですか。今ターチです。ターチ、はい、アニメも入れると、はいはい、厄介なことになる。アニメもあんの、はい、よくあるやつですけど、はい、まあ、多分スターウォーズあると思うんですけど、はい、あまりにもこの人気が出るとレゴブロックで映画作ろうとする人がいます。いますね。あれどうなんって思ってる。あの YouTube で、はい、最近ですね、ちょっと YouTube を見出すようになっちゃって、うんうん、あ、 YouTube 僕も見ますよよく、はい、で、まあ、なんていうんですか、ギガ数が大変なことになってるんですけど、あー、 Wi-Fi ですよそこは、はい、だからもうそこら辺の、うんうん、やり取りを今ティアさんから、はい、なんてティアタさんから、はいはい、Wi-Fi を借りる借りないっていうのを、あ、ちょっと今やってんすよ。一応ね、僕Wi-Fi だけ借りるとプラスになるじゃないですか、はい、だから携帯の契約内容を見直したんですよ、うんうん、1ギガでなんですよ僕今1ギガえ1ギガ契約。そうそう、だから普通7ギガとかあるじゃないですか、うんうん、なんか最近50ギガぐらいあるらしいです、うんうん、それだとそれを1ギガにすることで2,3,000円動くわけなんですよ、うん、そうだね。だからそれを Wi-Fi にしようっていう話で、あ、やりましたけど結構いいっすよ。でしょ、1ギガ。僕なんていうんですか、この 1期間だけ、うんうんうん、結構見てたんです。あ、 YouTube ちょっと分け合って、うん、でその1期間だけなので、うん、もう Wi-Fi を借りようか借りないかっていう話より、はいはい、借りないで言ってるんですよ。だから期間が決まってたからでしょ。そう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 、うん、で何だっけ、何だっけ、ティタヤさんではもうツタヤ言っちゃってるんですよ。Wi-Fi を借りれるところがあるんですよ、場所によって。あ、 Wi-Fi 自体を借り、 Wi-Fi の機械を借りるっていう話。そう、 Wi-Fi を1週間レンタルと、へー、いうこと、それはところがあるんですよ。で、うんうん、そこで一応使い放題、制限はあるものの、はいはいはい、1日3ギガ、うん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 、という制限はあるけども、うんうん、使い放題。あ、なのでいいかも、ね、そこ で2700円、うんうんうん、でなので、うん、でこのためではないけど、まあ、正規もね、はい、昔話したことあるんですけど、うん、なんですか、その T ポイントを貯めて何をするってね。ああ、 T ポイントね。そうそう、で正規は何、うん、ですか、その PS を買うと。あ、そうそうそう、プレイステーション3を買うっていうのね、夢があったんですけど、もう4出ちゃったんで。お、買わずじまいです。だから今さら3買えないなと思ってます。あれ大もあれをやろうと思ってて、あ、はいはいはい、まあまあ貯めてたわけよ、 T ポイントね。そうそう、うん、で今 Wi-Fi を2回か3回、3回だ、うんうんうん、3回借りて、うん、あれで消費してる。
Tポイントで消費してるっていうね。だからあの Tポイント貯めることってもう容易じゃないんですよ。そうそうそう、容易じゃない。だからもう本当にある程度貯めるんだったらもう何年もかかるんですけど。そうそうそう。実はあの先日僕車検ありまして、うんうん、車検が思ったよりかかったもんですから、うんうん、Tポイントで端数払ったんですよ。だからもうあのね、こんな使い方をするために俺は Tポイントを貯めてたのかと思うと、うん、もうすぐ悲しくなっちゃう。使ったけど。わかる。もうあの最近は子供がいるので、うんうん、ね、あの子供が買う本があるじゃないですか。はいはいはい。芽生えやらないやら。うんうんうん、あれ不意に行ったら買いたいって言うんですよ。まあ欲しがる。欲しがるわけ、うん。そしたら分かったって言って T ポイント払う。T ポイントの使い方それでいいのっていう。そんな感じの使い方で T ポイントっていうね。あ、分かるわ。まあ、その車検入れたとこガソリンスタンドでやったんですけど、なんだかんだでやったんですけど、うん、そのガソリンスタンドを選んだ、その普段ガソリン入れてるガソリンスタンド、うん、選んでる理由がちょっと高いけど T ポイントが貯まるっていうことで、うん、そのガソリンスタンドを僕選んでたんですけど、うん、そこで貯めた一部の T ポイントをそこで受けた車検で払うっていう、こう なんか腑に落ちない、なんていうのかな、ざまあ見ろとも言い切れないでしょうね、車検側からしたら、ね、なんつうかしてやったりみたいな。 T 払いでしょ、 T 払いをしたってことでしょ。そうなの、車検で。だからね、最近本当に何ですか、電子マネー、うん、コイン、ビットコインです、ビットコイン的なやつ出た、あれをねちょっと手出してやろうかと思ってるんですよ。怖い。あれさすがにいないね、周りで、うん、でしょ、いないいない。最近沖縄では居酒屋それで払えたりするらしくて。はっ、いつから沖縄そんな進んだの、わかんないですよこれ。まだ何ですか、センベロも行ったことない俺が。そんな TT そのビットコインやらでうん、うん、その会計が済まされる世の中になってるという。だからもう1000ビットベロとかになるわけですよ。言い方としては。え、これ1、これもう、あ、そうなの、そう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 。センベロとかの言い方はもう古いです。ビッベロみたいな。センビットベロ。センビットベロみたいな。そうそうそう。マジかよ。もうそんな、そう、じゃあ、それ、じゃあ、じゃあ、なんて、あれが出てくる、じゃあ、うん、ビットマンションみたいな。あ、ビットマンションで。ビットマンション。なんて、ビッション。ビッションです。ビッション。ビッションっていうような感じになってくるでしょ。B ポイントとかあるんでしょ、多分分かんないけど、分かんないですけど、ビットコインで貯めた T ポイントとか出てくるんですよ。あ、もうわけ分かんない、ビッティ何円なのかが分かんない。こうなってくると、うん、俺がいくら何ポイントなんだとか、はいはい、いくら持ってんだっていうのが、うん、もうこのなんていうの、ジャリジャリジャラーンっていうようなあれでは分からないってことでしょ。だから本当にその数字でしか分からないですね、うん、たまになんていうかこの通帳、銀行の通帳を記入すると記帳すると、うんうん、思ったより額がゴンと減ってたりする時があって、うん、あれと思って、多分ね印字ミスだろうなと思って済まして、認めない自分がいる。カバライ、そうそうそう、だからもう機械がやってるから、うん、印字ミスもあるだろうとか思っちゃうんです、うん、まあ、ずっと印字ミスなんですけど、それから間違いないんです。何かで、でももうこのネット社会じゃないですか、はいはい、そのビットやら、うん、T ポイントやらで、うんうんうん、でもうそのネットでの買い物もカードとかね、うんうんうん、もうヤーグマイヤーグマイですよ。だからスーパー行くと、うん、ワオン、そう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 、ワオン、あれを、うん、言ってる子供がいて、うん、ワオンってずっと言ってる。まあまあ上手くて、あみんな戸惑ってるんですね。あれっつってなんか払ってないはずなのにワオンとか言ってるみたいな。あ、相当うまいわけね。だから毎日聞いてんでしょ。だからお母さんと買い物行ってお母さんがワオン言うから、うん、その娘もワオンとか言ってんの、ずっと。あ、はい、なんか仮想ワオンですよとか言った。何それ。うちの友達ありましたよ。え、フィュー、あ、はいはいはい、フィューがうますぎて、うんうんうん、オーバー渡りそうになったっていうのに。横断歩道、おいおいおいって横断歩道の、ね、
もうちょいでオーバーがやばかったっていうのがありましたよ。これあんまやっちゃいけないじゃん。これやっちゃいけないパターンです。あの、なんか、うん、ピッポーみたいなやつ、ピューピューってあるじゃないですか、横断歩道のね。あれを、うん、あの真似たら、うん、おばおばが渡りそうになったら、そうそう、あの、ね、腰曲がってるあのおばがあの、あなったって言って渡り出そうとしたっていうね。それをあの友達みんなで止めたっていう。さすがにまずい。あれ、あ、それはよくない。ちょっと犯罪な感じがするわ。犯罪の匂いが。あれはちょっとまずかったです。よくないね。アビリ入り口でした。あれまで来ますか僕。あの LINE を開いてるときに、うん、LINE が届いたら、うん、ポッて なるの分かる。なった、ポッてなるの。デイジー微妙。それをねちょっと上手くなりたいんですよ。本当本当は本当は。あ、本当、うんうん、だからあの携帯見てる人の横で、うん、ポッポッとか言うとあれってなるんじゃないかなと思って、うん、なかなか上手くできないですけど。できない。あれなあのモノマネっていうのがあまりそのジャンル、はい、最近うちのねまたあのなんです飲み会をしなくなったっていう話で。あ、飲み会しなくなったっすね、はい、うちの友達の真似ができなくなってきたっていうね。あ、友達の真似する友達いるよね、うん、で俺いる、俺してたさ。はいはいはい、してた、してたけど最近会わんくなったから、うん、忘れた忘れたっていう。もう最悪なパターンだわ。友達を忘れたみたいになってる。はい、はい、うちの、はいはい、うちの長男が喋りたいということで、ね、ちょっともうちょっと声出してみようか。ちょっとどうぞ。ずっとさっきから喋ってるから自己紹介を。じゃあちょっとお名前なんですかって。はい、ポッポッ。あ、子供にはウケるの。この LINE の分からないんじゃない。分からない。あ、そうですか。こんな大人ったなるわけよ。あ、そう、うん、ちょっと やってみて。はい、ね、お名前なんですかって。はい、はい、自己紹介どうぞ。森松翔太です。はい、わいや、さすが。何歳ですか。5歳です。5歳。5ビットですね。そう、年齢に関する。年齢ももうそうなってくるわけですよ、ね、言ったらマジで、うんうん、それあれね、あのなんていうの、年貢みたいな感じ。年貢、年貢、納めるみたいな。そうそう、年に応じて年に応じて払われるの、うん、払われる。その奈良時代的な。奈良の年貢は何だったのかな。麦米じゃないの。米か。麦時代ってあったのか。分かんないですけど。穀物でありゃいいのかなみたいな。ああ、だからあの米だったら1キロあたり、このぐらいの年1、10年貢。麦だったら1キロでも7年貢にしかなりません。多分そういうのは あった。ああ、多分昔でしょ、うん、多分ただ一番話題変えると、僕がめちゃめちゃ気になってるのは What a Wonderful World メンバー。出た出た。こんなの知ってると思ったんですよ。やっぱり、はい、これはもう無視できないと思ってます。今回ですね、本当すごいです、はい、すごいね。この間発表されたメンバーでも、うん、あ、これはもういかんとやばいかなと思って。僕ももう幾年ぶりにちょっと今年はいかんといかんなと思ってます。この Man with the Mission と、はいはい、ダハナレ組、はいはい、でスピッツ、あ、スピッツも、ユニコーン、うん、なので奥田民の歴史も初参戦。そう、歴史初参戦っていうのはちょっとびっ、他ね、ね、来てたんじゃないかなぐらいの勢いはありましたけど。あの、いっあ、だポッて、さすがだね。子供は吸収力高いす。すごい、すぐだよ。その並びでチナサダを。あ、そう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 。この、だ、HY も来るでしょ。あ、はいはい。で、そんなの来たらもう、あそこすごいなってことだって。じゃ結局2日あるので 2days ね、 2days、うん、11月3日4日なんですけど、はいはい、でまたまあ、タイムテーブルはとか、あの日にちの振り分けとかっていうのは多分もう何ていうんですか、直前ぐらいならないとわからないんですけど、うん、だね、やっぱ子育て世代としては、はいはい、じゃあさすがに2日は厳しいなと思って、うんうんうん、で1日どこに当てるかっていうの。だから、ね、多分うまいこと割ってくんだろうけどね。だからそこをね、初日もうみんな出て、みんな出て2日目ちなさだオンリーオンリーって感じだね。分かんないです。ちょっと難しいね。ちょっとどういう振り分けになるか分かんないだ。そこがね、うん、ちょっとね、うん、早く知りたい。
知りたいね。どうやって振り、チケットの値段もまだ出てないでしょ、多分。いや、もう一般発売になっているんじゃないですか。先行、先行、先行で、はい、やってると思いますので、ぜひぜひ。わー、はい、気になるわ、行きたいわ。本当よ。何年か前、小沢美佐子さんが出てて、はいはい、うんうん、へいよ、へいよ、言ってた、うんうん、てっきりそういうイベントだから、髪もへいよ、へいよするのかと思ったらいつも通りのへいよ、へいよだったから、あ、やっぱ自分のスタイルは崩さないんだな。さすがだよ。さすがですね。大御所は違う、崩さないですよ、うん、大地、なんて言うけ、今もう泣き、今は泣き、上川聖人が、はいはいはい、聖川が出てた時も、うんうん、あのスタイルは崩さなかったですから、さすがですね。もう一応歌い続けてて、うんうん、なんかそばの人、なんていうんですか、その、はいはい、スタッフがそばに来て、うん、もう終わりですよ、もう少しこの曲で終わってくださいねみたいなことを言われたらしく、あ、もう多分言われたんだと思う、うんうんうん、で、すぐ終わったから、ね、終われ言われたらすぐ終わる、じゃあなんて言って、終われって言ったから、終わるさって言ってから帰って行ったんですよ。びっくりしてから、ちょっと変なだな、これ。これはびっくりして、うん、これさすがに、まあまああれはあそこ、あのなんていう空気感っていうか、うん、あれで成立するもんだと思うんですけど、まあね、まあね、うん、結構もうすごかったですわ。あんなもん急に、はい、もう終わりですっつって、演奏途中でもう、うん、じゃあ帰るわって言われると、普通言われると、あれは怒らしちゃったとか思うかも、うん、でもあれがやっぱあの時見れてよかったなと思ってるんですけど、うん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 、もう一応笑いで、まあね、もう終わりでしたよ。フェスですからね、はいはい、いろんなのあると思うんですけど、すごかったです。見れないコラボとかがまた出てくるわけですよ、今回も。あ、はい、そうです。いろいろ、そう、ジュンスカと、はい、ジュンスカと、うん、ユニコーンが来るので、はいはい、あ、そこら辺のいうことになってくると、この世代的なものとか、うんうんうん、まあ、40代、まあ、僕ら世代ですけど、はいはい、まあ、もうがっつりね、いや組んでくると思いますよ、はい、で、まあ、ユニコーンが来るので、まあ、奥田民生さんも来るので、うんうん、まあ、で今度寺田唯人さん、ジュンスカの、はいはいはい、ベースの人と、うん、あと奥田民生さんが、うん、バンド組んでるので、あ、そうなんだ、はい、あと何名かいますけど、はいはいはい、でそれでまたコラボもあるかなっていうのもあるので、あ、じゃあちょっとそこを見れるかもしれない、かもしれないっていうことなので、うんうんうん、多分ですよ。スピッツもバンド新しく組んでたんですよ、ボーカルか草野さんが、なんつったかな、だからそれもしかするとちょっとメンバーかもわかんないですね、今回の出演の、その絡みの可能性はあるわな、うん、結構いろいろなのあると思いますよ、うん、まあ、おなじみのスカパラもいますし、スカパラだけでも見に行きたいのに、はい、ああいうとこ来られるともう確実に何かするだろうなと見てはいるんですけど、うん、ああ、そうね、ボーカルで入ってるもんね、うん、いろいろ入ってる、うん、あ、そうそう、タミヤさんも入ってますので、入ってるからね、そこら辺の絡みとかね、はいはい、いろいろあるんじゃないかなと思って、楽しみだな、はい、ちょっとね、いろいろ調整してですね、まあ、今からですね、子供たちを鍛えてるところなんですけど曲を聴かしてるっていうこと、曲を聴かせたり、うん、なんていうんですか、その暑さに耐えれる、あ暑さに耐えれるようにしてる、耐えれるようにしてるとかね、まあ、まあ、外で寝ててもそうそう大丈夫みたいな、今回テントスペースあるからありますね。だこのテントスペースをするのか、はいはい、ねえ、このテントスペースは多分いいと思いますよ。テントスペース、まあ、前回とかも何年も前ですけど、その読谷の残波でやった時にやりましたよね。あって、うん、ただテントスペース借りたのいいですけど、テント持っていかなかったもんですから。だからちょっとなと思ってたんですよ。まあそういうのもありながら。ワイワイできるわけですよ、今回も。無謀ですね、もうバーベキューなら2個持ってってないみたいな感じで。あ、そうそうそう。かなりの無謀ですね。だからもうちょっと残念でしたけど、そうです。あの時ってどんな人だった？捨てられてるブルーシートを拾ってきまして。さすがに地面土なんで、うん、でしょうね。土にこう線引かれてあって、はい、このスペースはイラミナさんのものねって言われてるだけなんで。そう、区割りしてたの覚えてるんですよ。そうそう、区割りをしてて、してて、行ったらここっつって、うん、あ、こっちみたいな。だから僕らのとこだけテントなかったんですよ、うん、だからブルーシートだけ敷いて、うんうん、事なきを得たっていう、うん、
そういう状況でしたけど、まあ、楽しみです。さあということで、もうあっという間ですけど、はい、もう宜野湾でちょっとやりましたけど、どうでしたか。どうなんですか、今度ダラダラしてて大丈夫ですか。あ、大丈夫です、大丈夫です、はい、もういつも そんな変わんないですから、やってること大丈夫ですか大丈夫、大丈夫です。今日はだからあの久しぶりに僕も翔太見れたんでよかったです。本当ですか。もうなりまして、こんなにですね、うん、わしゃ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 する長男だと思わなかったですけど、いや元気があってよろしい、本当に、うん、ちゃんと座って、はい、ずっと座っている子だったかなと思ってたんですけど、あの番組前にあげた うん、ココア、うん、にちょっと僕持ったんでだそのせいだと思います。あ、そうなんですか、はい、じゃあまた改めて別になりますけど、はい、そうですね、はい、気になる方は聞いてみてくださいね、はい、はい、昼からイブニングは少しでも多くの皆様のライフが楽しく過ごせるお手伝い、リノベーションのことなら有限会社徳政工業ラフィット、創業45年、これからもご要望以上の製品作りを目指す玉木鉄工、ヘアカラーとヘッドスパの店那覇市式なの美容室、オンリーワンスタイルマリーゴールド、以上各社の提供でお送りしました。本日は、ゲスト長寿庵と長太の二人でした。どうもありがとう。長太は最後に何かわーっつって言いたいことありますか。言いたいことありますか。世の中に対して言ってください。何かある、うん、言いたいことない。世の中パンだと言ってる。さすがです、ね、正しい。ぬるい、ぬるいね、はい、ありがとうございました、はい、また来週です。はい、ありがとうございました。